はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル東方丈介編が、復刻してきたのでですね、攻略、前回と違うところを、攻略し直したいと思います。1,2,3,5 は、同じフロア、フロアでこう、フロアじゃないですね、パーティー構成で攻略したので、4と6をですね攻略していこうと思います。今回は、フロア4ですね。こちらの、究極のフロア4を攻略していきたいと思います。はい、パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、ムダディオですね。オレジェイ HP アップカバウをつけてます。続いて、時計ですね。ムーブブーストラッシュ得意をつけてます。そしてフレンドはゆうちゃんですね。ふんがみゆうやですね。続いていきます。では参ります。もうラッシュだけで終わるような感じの、構成です。もうラッシュしかしないですね。もうラッシュ強いですからね。ラッシュ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 、得意が乗らなくても倒せると思ったら倒せてなかったです。まあいいでしょう、こんなんでも。はい、造園ですね。造園が一気に降ってきました。なるべく壁ダメ受けたくないので、壁ダメがある方は倒していきましょう。そして、チャカもいるので気をつけたい、接触は気をつけたいところです。あ、倒せましたね。はい、1ラウンドクリア。続いて2ラウンドですね。ここもラッシュです。倒しきれなくていいのでいいです。時計はね、何回でもできるので時計で倒していきましょう。さあ3ラウンドですね。ここも何も気にせずラッシュです。相手がね緑なので倒しやすいですね。本当に緑ばかりです。続いてもラッシュで、倒していきましょう。ここの爆発は怖くないです。さあ倒せましたね。さあ第4ラウンド、最終ラウンドですね。ここが一番問題ですね。まず気にしなければいけないのが、緊張しております。爆発とね。さあカバウがいるのでなんとかこれでなります。そして一番問題なのが、かばうようにね、かばってもらわないとどうにもならないという感じですね。はい、かばってくれました。さあそしてブレイクスキルがねちょうど噛み合っているので何も関係なくブレイクスキルを、エリアスキルをね気にせずに倒していきましょう。はい、相手が緑なのでね、本当に時計を使うと楽ちんですね。お、最終増援を忘れておりました。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。続いてはですね、フロア5は、同じような構成なので飛ばさせてもらって、フロア6ですね、究極のフロア6を攻略していきたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。フロア6を攻略していきます。ではラストバトル。